祇園のとあるビルの1階に今年できたラーメン屋さん、めんどり百景。店内はまるで割烹料理屋さんのような落ち着いた雰囲気で、席に1枚ずつ置いてあるカードがメニューになっている。では貝とお塩の淡麗そばと、マレと書いてレアと読むサイドメニュー、レア寿司もお願いします。こちらのお店は今年の3月にオープンしたばかり。僕は以前食べに来た時に鶏そばをいただいてかなり気に入ってしまいました。貝出汁とお寿司は初めてやけど期待してます。きたきた、ほほー、こちらがめんどり百景さんの貝とお塩の淡麗そば。淡い色の麺に透き通ったスープ、綺麗やね。トッピングはカラフルなあられに貝割れ、うずらの卵に鶏のレアチャーシュー。いただきます。あっさりに見えて意外とガツンとくるオイリーさとニンニクの風味、ベースには貝出汁の上品なコクがあって味に奥行きを出している。鶏のレアチャーシューもしっとり美味しい。麺は低加水の細麺ストレートで、スープとよく絡み、パツンとした歯切れの良さが特徴的。ははスープ美味しい。こんなに透き通ってるのに旨味がたっぷり詰まったスープ、やりますね。お寿司が来ました。こちらが名物サイドメニュー、レア寿司。一つはわさび醤油で、もう一つはポン酢ジュレが乗っているので、そのままいただきます。ではこちらのレア寿司から。はははー、おいしい。九州の甘いお醤油がよく合って、噛むほど旨味が出てくる。ポン酢ジュレの方は、しっとりあっさり柔らかい鶏も、酢飯との相性よし。ラーメンとお寿司って夢の組み合わせやな。このクオリティと雰囲気で合わせてお会計1500円いかないのは安い。スープ深追いしてしまうわ。大満足、ごちそうさまでした。これはすぐ有名店になってしまいそうな予感。